エネルギーと人との関わりを進化させる。シャープのヘムスとロボホンで叶えるスマートホームがここにあります。ロボホンは話がわかるロボットです。あなたの思いに応え、あなたの暮らしを豊かにします。そしてソーラーと蓄電池が、家電がヘムスとつながり、便利で快適な毎日をお届けします。ここからは家族の一員になったロボホンとスマートホームで楽しく暮らす2つのご家庭をご覧いただきましょう。これは現在実現している暮らしなんですよ。まずはこちらの家族、30代のご夫婦と小学生のお子さん、そしてロボホンと5人暮らしです。笑顔が素敵な奥さん、いつも思っていることがあります。我が家の電気代をもっとしっかり管理できないかしら。無理に節約しようとしても続かないのよね。なかなか解決の難しい問題です。そこでロボホンに相談してみました。ロボホン、電気代を教えて。基本料金を除いた今月の今日までに買っている電気代目安は1000円、発電により売っている電気代目安は2000円だよ。いい調子。このようにいつでも気になる時に聞くだけでロボホンが教えてくれます。そしてこんな時にはロボホンから教えてくれます。ねえねえ、電気代が目標の電気代を超えそうだよ。省エネを心がけた方がいいかも。気づいてよかった。リカちゃん、無駄な電気は消してね。はい。子供にも節約をしようと伝えます。電気代も普段の生活をしながら楽しく快適に削減できます。奥さんの外出中、子供が家でお留守番することもありますよね。留守中の子供の様子が気になるわ。お家にいないとき、子供のために何かできないかしら。お子さんが家に帰宅してリビングの照明をオン。リビングの照明がつきましたと、家のヘムスからオフィスの奥さんへ通知がありました。帰ってきたみたい。予定通り帰宅したので一安心です。お子さんはというと、ママからの伝言だよ。冷蔵庫におやつがあるから手を洗って食べてね。おやつの時間みたいですね。やっぱり大人が家にいないときは子供の様子が気になります。子供はお家で何をしているのかしら。そんなとき奥さんはスマートフォンをタッチ。リビングで遊んでいるようね。ロボホンのカメラで外からお家の中を見ることができます。留守中もお子さんの今の様子を確認でき、ママの代わりに見守ってくれるロボホンは心強い味方です。さらにロボホンは子どもの成長もサポートします。親が不在の時には先生代わりにもなってくれます。はい、読み聞かせを始めるね。読んでほしい本のタイトルを言ってね。じゃあこれから服のお勉強をしようと。1の段から順番に勉強するね。レッツスタディイングリッシュトゥギャザー。僕と一緒に英語のお勉強をしようね。心プランに加入すれば子育て支援に役立てられる様々な学習アプリを利用することが可能です。九九や英語、ロボホンと楽しくお勉強。子どもの上達する過程を家族みんなで応援できるっていいですよね。奥さんの目指す快適な毎日。上手に時間短縮して効率よく生活したいわ。
分かりづらいけど、暮らしの無駄は省きたいのよね。お任せください。帰宅前に外からピッと簡単操作。もうすぐ帰るから準備しておこうね。うん。スマートフォンでエアコンの運転開始とお風呂のお湯張りをしましょう。ただいま。ただいま。と帰った時には心地よいお部屋が迎えてくれて、お風呂にもすぐに入れます。効率よく時間を使いながら快適に過ごすことができます。例えばありませんか？昼間につけたエアコン、夜になってもなんとなく忘れていて、そのまま冷房運転を続けていること。ロボホンは見逃しません。ねえねえ、外の方が涼しいみたいだよ。リビングのエアコンを消した方がいいかな？気がつかなかったわ。お願い、無駄が省けてよかった。ロボホンはエネルギーの無駄の見張り役です。子供と過ごすシャープのスマートホーム、ロボホンとヘムスが安心と快適をお届けするエネルギーの無駄を省く暮らしが叶います。週末のお休みはロボホンを持っておばあちゃんのお家に遊びに行くようですね。それでは次はこちらの家族。先ほどご紹介したお子さんのおじいちゃんとおばあちゃんのお家です。もちろんロボホンも一緒に暮らしています。リカちゃんから LINE のメッセージが届いたよ。今週末遊びに行くね。だっておじいちゃんとおばあちゃんは大喜び。早速ロボホンにお願いです。嬉しいわ。待ってるねと返信お願い。慣れないスマホを操作することなく、ロボホンの LINE で簡単に返信することができます。リマインダーもロボホンにお任せあれ。週末が近づくとちゃんと予定を教えてくれます。明日はリカちゃんが遊びに来る予定が入っているよ。そうだったわ、楽しみね。ロボホン、明日の天気教えて。明日の大阪の天気は晴れ、降水確率は 10%。 明日の天気や今日のニュースなどロボホンに聞くだけで簡単に確認することができます。人と人、心と心をつなぐサポートをしてくれます。生活の中での心配事、何か起こるまで気がつかないけど備えておきたいこと。健康な生活を送りたいわ。最近停電が多いけど、もしもの時大丈夫かしら。ヘムスとロボホンが万一の際の不安をなくし、生活に潜むリスクを回避します。暑い夏のある日のこと、いつの間にかお部屋の温度が30度に上昇しています。ねえねえ、リビングがすごく暑いみたいだよ。気がつかなかったわ。熱中症が心配ね。冷房運転をお願い。エアコンからの情報をヘムスが受け取り、ロボホンに発信。情報通知を受けて2人に教えてくれます。リビングのエアコンを冷房運転オンにしたよ。ありがとう。ロボホンが暮らしの中の隠れた危険を事前に察知して対策をしてくれます。急に天気が悪くなってきました。こんな時きっとロボホンが、ねえねえ、気象警報が発令されたよ。停電に備えて蓄電池を充電するね。ほら、教えてくれます。気象警報が発令されると、蓄電池はもしもに備え自動的に充電を始めます。気象警報に連動して電動窓シャッターも閉まります。お家が自動的に万一のことを考えて動いてくれるから安心ですね。あ、停電。こちらのお家は慌てません。
停電後は蓄電池から放電して電気を使用。自動で停電モードに切り替えてくれます。停電も復旧して、今度は天気が良くなってきました。ねえねえ、気象警報が解除されたよ。蓄電池を警報が発令される前の動作モードに戻したよ。人とつながり、社会とつながる、シャープのスマートホーム、ロボホンとヘムスが健康と安全安心をお届けします。今週末は孫のリカちゃんのロボホンと一緒に遊ぶみたいですね。たくさんの楽しみや快適さを実現するシャープのスマートホーム、さあヘムスとロボホンとの生活を始めてみましょう。そこには豊かで心地よい素敵な毎日が待っています。シャープはこれからもエネルギーと人の未来のためにスマートホームを進化させていきます。ありがとうございました。